では西武編おまけということで、ちょっと攻略サイトを見ながらやっていきますので、まあ一応西武編のね、あのお話を見た人向けという感じでお願いいたします。ではやっていきましょう。そう、打ち合いの前に奴らが来る前に決まるけどよ。やっていきましょう。スキップできる。でまずなんか2階に行こうと。2階右側の部屋、マスターポスターを入手。え、いやわかんないんだけど。いや、あ、これか。金とはじゃ別なんだ。それは私の趣味でね、ジェニファーって踊り子のポスターなんですよ。目標タイプっていうのか、いい女でね。みんな気の強そうな人が好きだな。まあ譲りますよ。え、なにこれ、マスターポスター。あ、これで釘付けにできるか。で、ビリーに話しかけてパチンコ入手。1階バーカウンター奥に入って、で棚を調べて。棚ってどれ。あ、これか。ん、なんだ、棚を調べて、あ、こういうことね。で隠し部屋降りていく。ジャケットからのオイルで空き瓶。オイルと空き瓶でこれも作りましょう的な感じだな。ああよし、できたぜ。かよしって、火炎瓶もどんどん作っていこう。でここはもうこれで OK で、酒場の外に出ましょうと。で保安官のところで、ダイナマイトを入手しに行きます。一つ目、ダイナマイトから、あ、そっか、他はあれか、ピースメーカーとか、まあ、そう言ってもな。腰肉、腰肉は重要だよね。ロッジでカラビンを入手。ロッジってどこだ、場所がどこだか分からん。あ、ここか。でこっち行って、でここにカラビンで、資料小屋でスコップ入手。ここはあれでしょ、資料小屋ってどこだ。ポストオフィスってなんか、あ、カラビンがあるな。カラビンを入手しましょうって書いてある。まあ先にこれもいけるでしょう、干し肉。で、カラビン。ポストオフィスはもうこれで OK だな。ポストオフィスやったから、ここ行ってない。あ、ここが資料小屋か。で、スコップ。で、ダイナーで、オイル、フライパン、人参。ここがダイナーかな。あ、ダイナーで、オイル。よし、できたぜ。で、フライパン、人参。で、1階、ウェインの宿屋1階の部屋。ここ宿屋か。あ、2つ目。2つ目だぜ。
階段の踊り場で見づらいって書いてある。どこ？ちょっと待って。宿屋1階の部屋。宿屋1階の部屋か。どこだ？ちょっと待って、これすげえ時間取られんな。宿屋1階の部屋でロープを入手。階段の踊り場で扉が隠れていて分かりづらい。あ、なるほど、扉が隠れて、あ、ここか。なるほど、確かに。でロープゲットして、ここもいいや。で、こっちに行って、ここどこだ？保安官の家。で、オイル人参か。ここはない。ここ。あ、ここ二つだな。オイルと。よし。できた。あれ、人参がない。人参上か。全部必要？あれ、肩じゃねえかよ。もうわかんねえよ。じゃあ、いいや。三つ目か。ちょっと時間があったらまた保安官の家戻ってくるか。あ、あっち行ってね。ここ。で、これが、あ、こう、着付け役だけか。で、ここに行って、ここは急車か。ゴールタールと、人参と、人参。ゴールタール、人参、人参。でいいんだよな。で、ここで旧車で人参、馬糞、カラビン。あれ、カラビンが1個余ってねえか。オイルが足りてない。いや、もうわかんねえ。とりあえず渡せるもんだけ渡しとこう。で、フライパンはなんか前回装備しちゃったけど。罠の。ああ、それじゃあ仕掛ける時間は急がねば。で、ビリーがパチンコ。何をしか、てかパチンコはビリーにしか使えないらしい。で、フライパンも兄。何をしか、で、ちょっと待ってね。そっから、セガールは罠の設置が遅い。デニスはサボり癖がある。この2人には罠設置をお願いしないようにする。セガールとデニスって誰？まあいいや。頼む。で、何を仕掛け、ダイナマイツ。で、セクシーポスター任せよう。頼む。何を仕掛け、マスターポスター切ってくる。勇敢だ。頼む。何をしか、で、ジャケットって何？装備品か。スコップ結構かかりそうだよな。頼んだ。
てウェイン頼む。これ辺も人参部隊でいいよね。行ってこい。でクリントも大丈夫。何を仕掛けさせる。これジャケットってそいつは罠だよね。頼む。何を。じゃあ火炎瓶ジェンマ頼む。何を。ロープ。でこいつはもうシカトしておいて、よっ3人の形。3でしょ。頼む。何を。でバフいいか。3人パンチョ。あれさっきパンチョじゃなかったっけ。頼む。あ、じゃあパンチョよりいいよみたいなこと言ってたのか。ボールタオル。三人のデロス。私時々役に。え、デロス、デシスって書いてあるんだけど。でちょっとあいつシャカシャカしてるだけで、あ、じゃあこの間に探せばいいんだよ。もう一回保安官室、こっちじゃ保安官の家どこだったっけ。ここポストオフィスだし。全然違う資料小屋。どこがどこだかわからん。これなんかすげえ家っぽくないよな。これ宿屋っぽいよね。家っぽいとか下だった気がするんだよな。でもあ、全然違った。え、ある。オイル、人参、別に光ってるとこなさそうだしな。こっちとか。いや、ないわ。こっち側も行けるわけじゃないしな。あれ？あ、鳴っただけか。まあでも全部できなかったとしても前回よりマシになるでしょ。一回戻ろう。さあみんなどうだ。だいぶ戻ってきてんな。ちょ、もう一回行ってきてくれ。頼む。何を。火炎瓶頼む。何を。で、お前も火炎瓶いってくれ。で、マスターは人参。何。オイルが欲しい。オイルが。あれ、オイル行ってきたぜ。ありがとう。もう一回お願いしよう。頼む。何を。確かに仕事が早いな。すぐ帰ってきてんなこいつ。人参。え、今行かせてもよくないか。じゃあ人参くらいだったら。頼む。何を。いいんじゃない。一応行ってきます。あとは時間を吊るしてよ。ちょっと待ってね。カラビン、カラビン、オイル、オイル、カラビン、カラビンが1、2、3で、オイルが1、2。あ、でもオイル1個足りてないか。そもそもそうだね。
て、あとなんかフライパン仕掛けてもらってる間に炭素を調べると日記が入手できて、フライパンっていうかフライパンじゃなくてもいいんじゃない、罠仕掛けてる時で。今のうちだぜ、行こう見よう兄の日記。え、見れるこれ、アイテム、兄の日記すげえな、細かい秘密の日記。中身は見れないのこれ、兄に渡すとピンタのイベントが見られる。早く帰ってこいよ兄、保安官さすがだ、時間を潰そう。こいつずっとシャカシャカやってんな、俺一人だけ取り残されたってならないのかな。早い、ジェンマとか、まあ人参だから早いのかな、火炎瓶はやっぱりそれなりに時間かかるのか。こいつらもでも大変だな、寝ずに。兄、おっ、マスターも帰ってきた、男3人衆が遅い。あ、帰ってきた、ダラスも。ちげ、ダラス女性だし。え、もうないっしょ。何を、もうないよね。保安官バッジとか。お、帰ってきて、どんどん帰ってきてる。頼む。何、兄の日記。私の、ふざけてない。あ、声が聞けなかった。頼む、もう一回これできるのかな。何を、回収されている。六つ目だ。おお、みんな続々と帰ってきてんな。あとはもう時間潰して大丈夫かな。もらおう。いやー、この辺も。これ前聞いたよね。いっぱいくれ。これで一個進むのか。どこまでよ。お、もセンサーでようやく持ってきたか。いっぱいくれ。いっぱいくれ。そこ見えては。全然話進まなそうだな。八つ目だ。いや、そりゃ不幸な親子がいるんだ。あの子たちどうなったんだろう、最後出てこなかったよね。これスキップしよう。いや、この二人かわいそうに。おおと、どれ、おお、三日三晩歩き通しでようやく町にたどり着いたな、ワット。三日三晩歩き通しで町に着いたところを殺される。一番悲劇だ。まあでも子供が助かっただけ。父ちゃん。そしてこの子供も機転を利かせて父ちゃんの亡骸を運ぶ。落とし穴、フライパンで一人、人参、あれコールタールとかどうなってんの、パチンコの火炎瓶、あ、吹っ飛んだ一人、あ、絵がある。え、なぜこんなところにこんなポスターが。見とれていたのか、見とれて落ちたのか。からのダイナマイトで4人。こいつらがどうなってる。おお、ロープか。これ完全に1人になったんじゃね。出てきやがれ、サムナイト坂。おじちゃん
行くぞ行くぞ、マッド。ああ、この後の選択肢は特に関係なさそうだ。とりあえずスキップしよう。もちろんだ。信じてるよ。一人だな。だが一人でもこの酒場を潰そうとする勇気、それには応えてやろう。岩、ディオ。岩って何？岩なんてあったっけ？これ岩の影に隠れても大丈夫なのかな？一回ターン回すか。ステイ。この町も用済みだぜ。パス。近づこう。比較者に。で、どうしよう。全然装備整えてないからな。弱点は特にないから、なんか、麻痺とかなんのか、そもそも。まあいいや、稲妻ちやってみよう。遅えんだよ、そんなもんか。そうだよ、すでに回復できる位置にいよう。で、フォローポイント。町の巣に来てやる。結果、トリプルが絶対死ぬだろ、これ。どうだ、かすり傷よ。で、一応蘇らせるは蘇らせるか。火付け役があるから星肉使っとく。やれやれ。食らったら使うか一発で。稲妻打ち。からのフォローポイント。やガトリック。嘘だろう。近づかれすぎるとガトリング使われるのか。しまった、キツキ役が足りねえ。やっぱさ、黄金パターンに行くか。ほら消えよ。なめてて悪かったよ。突撃ラッパ。いけいけ。まあ、厄介ではあるが、このまま打ち切らせてもらう。ほら、いけいけいけ。どうだ、パリーンってならないな。下がれゲローが。テスト腕前だよおめえら。何、あ、タメがキャンセルされんのか。多分結局こいつは死ぬ運命にあるな。だがこれで終わりだ。ディオ、俺のガトリングが負けた。ここは別になんかディオをやるため、ディオをやる。ちょ待って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 、全然スキップされてないんだけど。ディオをやるためにその、あれ、ディオをやるためその、これはこうしないと先に進まないってこと。で、ここで逃げる、逃走。また会おうぜ。
あいつ馬ないんだよね。ただなるほど、でこのあと結局一人になる流れは変わらないってことか。行っちまうのか。ああ金ならあったさ。というところで、じゃあセーブ編のおまけはこれにて終了したいと思います。なんだかんだで結構長くなっちゃったから、おまけ編は今後は一通り終わってなんかやる気になったらやろうと思います。まあ、ちょっと他のシナリオやってないんでどうするかわかんないですけども、一応そんなところでシナリオ修正にとりあえずやっていきます。というわけでお疲れ様でした。よー、あ、なんか出てきた。馬がいい馬になってるじゃないか。伝説のお前と、まあ、とことん腐れるんだな。呪われるぞその馬。今度こそ決着をつけようぜ。この馬か。あのディオさん、気性の荒いこいつとは相性がいい。俺様の新しい相場にすることにしたのさ。抜け軌道。え、ここは本当に叩かなきゃダメ。ちょ、もう一回逃げらんね。逃げらんないってことはやるしかない。フォローポイント。サイドワインダー、あっつえ、反撃しろ。この距離届くんだ。もうフォローポイントの射程はつかんだ。舐めやがって。まだ俺をやらねえってのか。待ちやがれ。結局馬が戻ってくることはないんだな。てめえ、また手綱を。おい待て。ディア、お、戻ってくるか。戻ってこない。というわけで今度こそ終了ですね。お疲れ様です。